梅学寺は、福岡県か谷や新宮町立下にある、総当州の寺院である。東急は三等放置。三号は立花山。厳中二年に創建されたとされる。当初は花谷山神宮寺という名称であった。天正三年三月二十三日に、都寺関連のママ母である、陽光院が、当時に埋葬されて、以降、立花三陽光院と改称される。 この時に海域を、と事関連、解散を、長安全寺とする。また、土地関連自身も当時に埋葬された。立花宗重が柳川藩に転放されると、立花三様行為も共に、柳川に移転し、漢文年間に、立花忠重によって、大爆衆に、改修の上、復元時と解消する。なお、万事三年の内容とされる、柳川藩の資料。 忠重公美代の文元帳に、公ももいしたたな町村梅竹寺とあるが、この梅竹寺は、後の復元寺を指す。一方で、関連親子の墓は、旧所在地に残ったために梅竹寺旧跡を、止め置かれた。福岡藩主、黒田綱政の性質である心空院は、柳川藩主、立花重の娘で、兄の立花明虎の幼女として、黒田家に嫁いだ人物であったために、 元の九十年に中高という形で、柳川藩に移転し大爆衆に改修した、復元寺とは別に旧跡に、相当衆寺院の梅竹寺を再興した。加賀国の大乗寺の万寺屋座禅寺を講じて、中高解山として、立花山、梅竹寺と命名し、現在に至る。寺には真空院の遺廃が安置される。また、寺山として、黒岳より二十五国。 立花家から30国寄進される。ありがとうございます。